まあそんなこんなでもうすぐ8万よ。8万あれば何でもできる。あー出た、高すぎます問題、高すぎます問題出た。はい、水位上がりました。これ壊れるたんびに先っちょに伸びていくぞ。おー来たぞ隕石。雪マップって隕石多いんだな。あどこだ、うっセーフ。山肌が削られていく。まあ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 、 AI もちょっとアップを始めてる感じだね。早く大きい津波来ねえかな。大きい津波来ないと彼らがやられてくれないんだよな。まあ10万人行くまでに何回も来るでしょう。おお燃えてる。あーやっちゃってらこれ。ああそろそろ土地買うか。手狭になってきたな。もっと奥開拓していこう。開拓魂行こう。ここ森本当にないの？俺頑張って植えたのにもうここ本当に森なくなっちゃったの？悲しいな。あ復活しました森。よかった。木を植えると森が復活する。あやばい失敗した、間違えちゃった。彼らは砂利道じゃなきゃ生きていけない体だった。危ない危ない。商業と産業の需要が増えてきたね。なんかこれさ、彼らが作った産業の製品をさ、こううまいこと倉庫で受け渡して上級国民に持ってけないかな。隔離しながら反対側が出口になったりしないもんな。うまいこと隔離したいんだよな。一通で来れるかな。あちょっと待って、隕石隕石隕石ちょっと待って。あ、隕石来た。あ、まずいまずい、まあ、セーフ、ギリセーフ。むしろちょっと上級国民がやられました。あー、貨物列車、貨物列車いいね。貨物列車にしよう。ここでもうなんかちっちゃくやろう。貨物列車、貨物駅っていくらするの？6万高え。当分無理だ。プラスもなんか6000とか7000とかになってきたから。しばらくすればいけるでしょう。借金返済しよう。これでプラスが増える。でもなんかしっかり貿易みたいな状態になるとさ、ほら今流行りの貿易摩擦が出てきちゃうからな。大丈夫だ、なんか上級国民の場所は燃えずに済んだ。墓地って燃えねえのかな。だとしたら最悪さ、最後ここの町もさ墓地で鉄壁のガードすれば絶対に森林火災から防げるかもしれないな。まあ、墓地燃えたら火葬場と一緒だもんな。さあちなみに額はどうだ。あ高校行けてないやつ結構いるな。小卒大体みんな小卒はしてそう。今通ってる最中かな。あ商業の需要がすごいな。まあ、でもちゃんと倉庫に貯められるようになってきてるからこっちに増やしてあげてもいいね。なんやかんや自給自足できるようになってきてる。陥没だよ今度、陥没来るよ。 AI 本気出してきました。最近多くなってきたね。またお？どこに穴ぼこが開いたんだろう。水の中かな。水の中でもなさそうかな。波が立ってない。これか、これだ。へえへえだな。3平ぐらいですね。そろそろそうだな、温水いっちゃうか。いや温水よりもまず浄水施設な気がしてきたけどな。俺従来の汚水はもうやめよう。でもうこれは撤去いりません。匂いが出るものはいりません。神様たちに温水を与えたいところではあるな。もう温水結構金かかんだよな最初の導入が。温水施設5万5000。高いな。借金しよう、どうせ彼らが返してくれる。あの下のやつらが返してくれるから大丈夫だ。俺らは自分たちのためにあったかいもん建てようぜ。でアップグレードと、まあ、まだそんなに広くないから多分全部いけちゃうな。あ神様があったかいって言ってる。よかったよかった。よーし、全然普及率ないけどね。使用量144メガで供給量80メガだって。
いや神様ごめん、でももう増やせないんだ、すまねえ。ちょっとぬるいので我慢してくれ、もうちょっとで全部あったかくなるから。よかった、神様たちに温水をとりあえず渡すことができた。何これ、何これ、あ、何これ、ちょっとちょっと反則、罰する。彼らのせいで神様の温水が足りなくなるところだった。暖房に電気使用不可できる。なんかあったな、なんかあったな、なんだっけそれ、非電化か。建物の暖房に電気を使用することが禁止され。神様にフルに行き渡ったら一回試してみよう。大量死が発生するかもしれないけど、大量死が発生したらすぐやめよう。モリモリキャンプ場どうするか。ここにさ、レジャー施設なんて置いたらさ、かわいそうじゃない？なんか遊びを知ってしまったら働けなくなりそうじゃない？彼ら遊びという概念を知らないからこそ24時間働けますか、イエスをオフコースしてるだけであって、遊びの概念知ったら鬱の患者出そう。多分今みんな幸せだと思うんだよね、やるべきことを常にやり続けてるから。でも遊びなんてものを知ってしまったら、なんで俺は遊べないんだっていう余計な考えがよぎっちゃう。ああ、あ、神様、神様、申し訳ないこと、私多少漏れておりました、大変申し訳ございませんでした。神様、危なかった、神様の怒りを買うところだった。よし、これで、これでよし、神様に暖房が行き渡る。あ、これでもあれか、町全体で144ワットメガワット必要なだけで、神様だけだったら1個で余裕で足りてた説あるな。まあその辺はいいだろう、余分にある分には大丈夫、神様だしな。では悪魔の政策を打とうじゃないか。みんな、暖房非電化、建物の暖房に電気を使用することが禁止され、地域暖房によって供給される暖房熱しか使えなくなります。要するに下の人たちはもうあったかい部屋には住めないってことだね。よし。さあどうなる。あ、寒い寒い、どうしよう、寒い。あー寒いよ。大丈夫かな、人死なないかな。ちょっとここ見とこう、死人がいるか。人口減るな、収益も厳しくなるね。よし、暖房の非電化やめた。あったかーい、あったかーい、よかった。危なかった、うちの町が崩壊するところだった。いやー、市長いい、いいことしたね。今、ナイス市長みたいな。逆にナイス市長って言ってるわ。ありがとう、町に暖房をありがとう市長。いやー、市民たちの黄色い歓声が聞こえますね。いやー、市長も誇らしいよ。よかったよかった。なんてマッチポンプ。いいんだ、そういう風にみんなやってる政治家は。俺だけじゃない。でもここさ、やっぱ神様の土地だから観光施設はあっていいと思うんだよね。例えば動物園とか。今回は遊園地作ろう。遊園地のメインゲート、ほら土地は広い、土地はある。で、遊園地の歩道、通路を作ると。でやっぱり俺あれなんだよな、こうディズニーランド方式にしたくなるんだよな。丸書いて、うちの遊園地はディズニーランド方式で行く。ちょっと縦長の丸になっちゃったけど、まあいいでしょう。はい、隠れミッキー仕込んでいこう。いいね、もうむしろここ隠れミッキーにしようぜ。あ、いいじゃん、ほら。ゴミみたいな、ゴミみたいな遊園地できそう。これで広告つかなくなったら大爆笑するんだけど。やば。でも隠れミッキー、ミッキーじゃないな、隠れミッキーだから、もしかしたら違うかもしれないからな。隠れミッキーだから、ふわっと言ってごまかそうぜ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。あとツイッターの URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローお願いいたします。この動画は
ご覧の方々の提供でお送りしました。